今何時だっけ？時計持ってない。今1時35分で歯医者さんから帰ってきました。近所のおばあ様じゃないの、お姉様、はい、うん、わらわはおばあさんって、うちのばあばがいるから、ね、ばあば、じゃあ何、お姉さん、あ、お姉さんのさゆりさんです。わー、わー、書道の先生です。書道の先生が1階の、テラスに遊びに来てます。言葉は何でも言えるね。なんでテラス、ここテラスでしょ、だってそうテラスじゃないの、台所になってるじゃん。台所じゃない、はいはいはい、さゆりさんです。はい、随分大きく取れるのね。取れるよ、はい、なんか言うことがあったらない。ここのうちとちゃんと写真に撮ると大したもんだなって思う。そうだね、うん、はい、べこべこでも平気だから。はい、はい、書道の先生です。はい、こんな感じで、午後を過ごしてから、まだお昼ご飯が食べられません。あ、そうだ。そう、さゆりさんが食べてくれないと俺が食べられません。朝も食べたかな。どうだったかな。食べてない。食べたいと思わない。でもなんか食べてくれないと俺も食べられないんだけど、なんか食べませんか。パスタ茹でますけど。そんな恐ろしいことしません。帰れって言うときはちゃんと帰ってって言っていい。で帰るとか言わないから。私も朝から昨日も食べてない。ゾロ、そう、俺も食べてないよ、だって、うん、これやるから。え、こういうメタメタのやるから、うん、いや、十分健康だよね、うん、どう見ても健康や、年齢の割に、うん、年齢とかそういうの別にして健康体なの、親が頑張ってくれたから。どう見ても健康だよね。意地悪だけど。意地悪なの、うん、お父さんも母もそれは言わない。いや、だけどあんたは、え、ママに意地悪みたいなところ全然ないから、うん、心配なんだって。そう、俺も心配だよね。そう、はい、だって意地悪じゃないでしょ。俺は意地悪じゃないけど、昨日ご飯食べられなくて、さゆりさん、なんで食べられなかった、私が食べちゃったの。そうじゃなくて、警察が来たでしょ。どこへ、あ、うちへ。そうそうそう、あ、2人来たんで、で、あの後だから俺のとこ電話かかってきて、うん、さゆりさん心配だから面倒見てくださいって警察に言われちゃったんだけど。なんて、何が心配だって。だってみんなそういうの、だってお金なくなっちゃったじゃん。あ、そういうのはもう子供の時からだから。子供の時からなんかなくなっちゃう大事なもの。そうです。あ、そういうのはお兄ちゃんに聞いたの。そうだけど、とりあえず今はもう1時だけど、お金なくなっちゃうって言ったじゃない。お金なくなっちゃうって、それ誰かに渡しちゃうからでしょ。一人っていうことはないのよ。そうだけど、だからうちの中もお金が欲しくて言ってんじゃないってこと、いつも私に。台湾マンです、台湾マン。わーわー、こんな放送がしたかった、こんな放送がしたかったんじゃないんだよ。あれ、俺タバコね、タバコ今日はね、ゲットしたの。うん、え、ゲットしたの。そう、違う、あれどこ行っちゃった、ちょっと待って。あ、カメラは直りました。ソニーのカメラが直りました。包丁も研がなきゃ、ちょっと忙しいんだけど、サレさんの面倒見なきゃって警察に言われたから。それやめてよ。何が、いや、もう大変なことになってます。ソニーのカメラは接点不良か、もしくは満充電で誤動作してたみたいなので、とりあえず、あっと、よいしょ、あ、バタ、あ、先生、え、昨日のお前さんとお前さん詰め所まで、お前さんとりあえず、あの、玉川警察でしょ。うんと、警察ね、玉川とかどこだか知らないけど、ここの部屋に並いてるよって、はい、はい、はい、なんか持っていい、センス。ということで、え、刑務所じゃない、警察、玉川警察は、いや、玉川警察は、玉堤地区の治安を守ってくださっております。いや女の人がいて、はい、はい、で、私には男の人が最初からあの二国かなんか走るときについて乗ってたのね、はい、普通の学校裏みたいなところで結構広くて、はい、1
れた。うちからは誰も出てこなかった。いなかった。やっぱなんかこう絵になるね、こうね。っていう感じで午後過ごします。え、どこ？玉川警察だ。だっていざっていう時に警察に守ってもらわないとでしょ、うん、だって私いざってないもん。だっていざって、だって泥棒が入ったからいざでしょ。あ、家？うん、家はうちのママの代からすごいね。っていう感じで午後話を聞くんで、それじゃまたどうも、はい。